伺ったのはこの方、神田氏。テンガロンハットが片山慎吾の次によく似合います。うわ、いいとこもいい。探してたんですけども、まるでマジックのようにやってくれてるやつがあったんで、その方法を試してみたんです。すると、あっという間にできちゃったんですね。魔法のような卵の剥き方、早速ご覧あれ。卵がここから脱出できるようにちょっと大きめに穴を開けてあげます。卵の殻を尖っている方、丸い方を少しずつ剥いたところで、おもむろに口の方に持っていく神田氏。そして次の瞬間、尖っている方から勢いよく息を吹きかけ、飛び出てジャ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 ーン。イッツテンガロンマジック、テンガロン転向。お見事。へえ、それはまあちょっと後にしましょうか。ということで、本日はですね、殻の剥きやすいゆで卵を作る方法と新しい剥き方をご紹介しました。さあ、ということで、はい、見て